昨日春の陸上競技場で行われた高知ユナイテッド対沖縄 SV、 スタンドには3113人が訪れ声援を送りました。試合が動いたのは後半の20分、沖縄がクロスボールに頭で合わせ先制。さらに後半24分にも2点目を決められてしまいます。ユナイテッドはその後チャンスを作るものの、ゴールネットを揺らすことができず0対2で敗れ4連敗となりました。リーグ順位は2位と変わりはありません。まあ、ここ突破してこその多分 J だと思うので、まあ、あと残り少ないですけど、もう全部勝つつもりで多分選手の人もやってると思うので、それをまあ僕らは応援するだけかなと思います。まあ、3000人を超える方々に勝利をプレゼントできなかった、笑顔で返すことができなかったというところが非常に残念で思いますし、その結果は私の責任なのかなと思っています。ユナイテッドはリーグ首位の栃木シティとは勝ち点の差が5に広がり、3位のレイラック滋賀との勝ち点の差は7となっています。残り試合は5試合で、次はアウェイ、今月27日にブリオベッカ浦安と対戦します。